ちょっと髪の毛がやばい、溶かそう、一回溶かそう。結構踊るとさ、髪の毛バサバサになってさ、よし、といた、といた。夏だね、夏、これでいいや、夏だね。意味わかんない意味わかんないテロップ。夏だね。オッケー、かんさんありがとう、嬉しいよ。短冊、イモース見て、ありがとう。イモースどうでしたか？もうやばい、本当にやばい。イモースマジでもう人生で初めてね、はずっ！って思った。めっちゃ暑かった、もうあれ。傷つくのがね。UFO が原因かと。あ、やばい、もう毎日 UFO 呼んでます。本当に結構でもうち、家でもね、ああいう変なこと行動するんですけどね。なんで慣れてるんですけど。人に見られると変わってくるよね。しんちさんありがとう、シャボン玉。今日もツインテ、そう、ツインテルじゃないんですよ、今日は。普通にレッスンがあってですね。そう、イモースのかな、めっちゃおもろかったかに、かな、これ。イモースどうでしたか、見てくれましたか、皆さん。イモース見てくれたかな、完全に。イモース見てくれた、確かにイモース見てくれたでしょ。あー、間違えた、空白をしちゃった。いい、お、うん、だから、はてな、め、オッケー、これにした。鹿児島から見てくれてありがとう、嬉しい。ダメ、久々のこの全顔面の半身。メイクしてない、メイクすればよかった。ちょっと結構画面がもやってる。 あれか、肌のフィルターを強くしてるのかな、だからかな。まあいいや。ティムさんありがとう。殻は破れましたね、もう本当に殻破りましたよ。もう毎日家で呼んでるよ、実は。だってさ、やばくない普通に。だって本当にさ、 UFO 呼べるんだよ、人って。なのでさ、なのでちょっと頑張ってますね。 TM さんありがとう、ハートありがとう。顔が赤くないくらいに聞こえますよ。顔赤くなってた、もうマジで、マジであれ恥ずかしかった、本当に。え、しかもやばいのが、あれ結構なんか、あの公園が結構都会にあるとこやつだから、公園だから、めっちゃ若者が、めっちゃ若者が座ってるの、周りに。もう四方八方若者とか座ってんのね、見られてんだよ、うち。めっちゃ暑くて、もうその日はもう、その終わった撮影終わった後、ちょっと本通りにあのお洋服買い行こうと思ってたんですけど、普通にもうその服がもう、その着てる服がさ、さっき UFO を呼んでた子だってなるじゃん、本通りらへん行ったら。からもう恥ずかしくてね、行かなかったね。めっちゃ暑かった。ティームさんありがとう。レントヤッホー、ダンスヤッホー。静岡県大丈夫なんだよ。吉見さんありがとう。焼き玉の UFO の家に来たおもろ飛んでくるの。さあ、カナダ3期で一番もう捨ててそうって思うじゃん。わかんない、そうなのかな。カンちゃん短冊ありがとう。よし、モチサートありがとう。宇宙語喋って、いやいや、もう恥ずかしい、宇宙語恥ずかしい、宇宙語恥ずかしい、もうやばいって本当に。モチさん、シッチさんありがとう。クレーンゲームユイニャにも勝たないと。いや、うちがね、なんか謎に1回勝っただけでツインテル女王っていう称号をもらいましたね、嬉しい。今日ミューポにさ、噛まれたんだよね。めっちゃ真っ赤になってる子、噛まれました、あの子に。マジさん、ありがとう。静岡3時、え、どういうこと、どういうこと、なんで。あれはそう、精神的に、ね、でも普通に殻破れたんでいいですよ、もうあれよりもう恥ずかしいことはないと思う、今後。マジさん、ありがとう。もうなんかステージで一人でダンス踊れるぐらいメンタル鍛えられたね。ヨーキャッチャー女王ありがとう。ポンチさんありがとう。爆盛り UFO なら。みんなそっちの UFO 好きだね。お気に、どんどん。やった、嬉しい。ポンチさんありがとう。シミさんありがとう。大阪の夜景を見ると思わせて UFO 呼んで、そう、UFO 呼んできたんですよ。大阪でも UFO 呼んでたんですよ、私。ウィンウィン。キッチンさんありがとう。たまたこさんありがとう。UFO 呼んでた。あ、そう、なんかそれの話もね、なんか、マネージャーさん泊まってる時にしたね。いろんなこと、過去にも STA であるみたいな、そういう話をして、透け感ある感じ。病院行った、病院行ってないよ。前髪なんか昨日重かったよね、昨日のくらいとか。キッチンさん風船ありがとう。垢抜けた、垢入ったかも。
え、ウッチーさん、うちのお気に入りの傘は2枚目の写真の傘が好きだった自分。そらくんうにゃってさん、ありがとう。嬉しい。ダンスさん、ありがとう。来週プレゼント兼 お手紙。やった、嬉しい。失恋。失恋。無断の選択。おはよう。ダンスさん、ありがとう。トロピカルフルーツ。これもしかしてアサイボール？アサイボール人生初めて食べたんですよ。でもアサイボールのなんか TikTok のコメ欄を見る感じ、なんかあんま好きじゃないみたいなコメントが多くて、だから自分食べれるかなと思ったんだけど、結構めっちゃ好きな味、味なんか独特だけどめっちゃ好きな味だなって思った自分は。しかも健康にいいなら食べようかなと思った。でも最初はなんかさ、食べてる時さ、なんか自分なんでこんなハムスターの餌みたいなの食べてんだろうって思いながらアサイボール食べたけど、なんか美味しく感じてきてさ、美味しかった。最後は静岡日本で一番、大丈夫静岡、エアコンつけてるわママとか。でママエアコンつけないんだよね。ママ暑がり、寒がりなので、ママ本当にママめっちゃ寒がりで、エアコン家でついてるとすぐ消す。結構なんか家族の体温、なんか体の体温みんな違うから、バラバラすぎてね、リビングいるとね寒かったりもします。たまに暑がりと寒がりがいますね。そうって感じでね、なんですよね。そう、暑いんだ。ひいおばあちゃんとかもさ、エアコンつけない人だから心配。とてもまあさすがにそんな暑かったらつけると思うけどさ、結構あ、なんか網戸にして扇風機つけてるんですよね。うちが遊び行ったらエアコンつけてくれるけど、だから心配ですね。元気かな。そろそろおばあちゃんに会いに行きたい。会いたい、家族にも。おばあちゃんにも本当はさ、7月の頭行けるかなと思って、ユニバーなんかもうちょっと長い休みかなと思って予想してたんだけどさ、レッスン入って長い休みじゃなくなってさ、長い休みだったらさ、本当は静岡行ってさ、ママがこの前、ママにがこの前なんか広島来るって言ってたんだけど、いやいいよ、自分が静岡行くよって言って、7月の頭行けるからって言って止めたんだよね。なのに結局行けなかったっていう。ママが痛がってるからそろそろ会わないと。あの子は Uber Eats の働いてにする場所の休憩中だよ。え、そうなの？まあ、結構いたね。めちゃ人で、本当に若者がいた。なんか、ヨーチケラみたいな格好した感じの若者とか、結構キャップかぶってる若者系男子とか、あとなんかポケモンのカード持ってる小学生男子とかいましたね、結構。おもろい。かじられた、そう、かじ、こっちじゃなくて、こっちですよ。プレゼントはまだ届かんのか？待って、ちょっと待って、なんか今違うこと考えちゃった。プレゼントが考えてなかった。プレゼントはまだと、え、プレゼント取り行こう、取り行こうと。楽しみすぎる。プレゼント取り行こう。次いつ事務所行くかな、自分で取り行こうかな。そう、野生児、そう、なんかで、そしたらなんかミュウ、なんか目の前に体があると食べたくなるんだよねってやばいって。普通にさ、どこで生まれたの気になるわ。めっちゃおもろいね。そう、本当におもろい。みーぽよくかじってきますけど、この前もね、あの指をかじられたんです。すごいあーってマジでおもろい。全然いいんですけど、おもろいから。そう、みーぽんとじゃれあったら噛まれる。目の前にね、体がある、なんか腕とかがあると食べたくなるんだって。そう、かなえちゃんの前髪いい感じ。本当？この前切ったんだよね、最近。大阪の時。もうすめられそうな。皆さん来週の再放送絶対見てください。もうめっちゃマジで、もう頭おかしい、普通に。自分頭おかしい回でしたので、気になった方は見てください。あの UFO が呼びなのか気になった方は見てください。かなえちゃんのポストに返信しといたのにな。静岡市教育。見よ。自分ね、ポストのね、返信をね、大体いつもレッスン後に見るんですけど、今日レッスン後が充電が 2% しかなくて、で、夕飯も買ってかなきゃ、ペイペイ税だから夕飯も買ってかなきゃいけないってなって、もう何も見ないで、ずっと見ないで、もうレジの時 1% でやばくない？ペイペイ見せて、一瞬で消して、そしたら家ついてたら電源オフになってて、もっと充電しておけばよかったと思ったけど、昨日寝た時点で 15% だったんだよね。で、ちょっと充電してからスシロー行って、30% でスシローらへんで、30% で、レッスンの前にスシローかさまレッスン行ったんだけど、レッスンの前で結構なんか動画の振り確認とかしてたりしてた。休憩時間とかスマホいじってたらなんか時間なってました。時間じゃない、あと 2% になっちゃったよって感じ。ゆきりかさん、たくさん仲良く話しましたよ。ゆきりかさん優しいからたくさん話してくださる。やっほー、今日も来ました。やったー。黒おじさん、足は映さないけどね。アサイボールハマりそう。でも結構お値段が高かった。1200円した。1200円
1200円かしましたけど、結構ねあのお値段高かって、でもなんか調べた感じアサイーボールでどこもそうっぽくて、まあ、フルーツが高いから高いの当たり前かって感じなんだけど、安いところあるのかな。でも自分で作るのもさ、なんか誰か YouTuber さんが自分で作ってるの見たことあるんで、いいね、あり、自分で作るの今の時期にしか買えないプレゼントだよ。なになに、気になる。また入りだした、こんばんは。いやめっちゃ優等生みたいなんだけど、優等生だもん。アサイーボール食べたことない。ほんと食べたこと、食べた方がいいよ。え、クレーンゲームで撮った景品もらいましたよ。もらいました、クレーンゲームで撮った景品もらって、なんか1個、もう1個はあ、スイカゲームのやつもらって、1個はサメのやつ、もう1個もらったんだけど、サメのやつはあのイモスのスタッフさんの子供がめっちゃ欲しがってたらしくて、ずっとだからそう、あげたの。めっちゃ喜んでたらしくて、よかった、嬉しい。サメ、そう、めっちゃそれが一番嬉しかった。なんかマジ人に貢献して嬉しい、人に貢献できて嬉しいまあ自分のおかげじゃないんだけどさ、そう、人に貢献できたことが嬉しいですね、とても。なんか得積んだんで来世は人間になりそうですね。来週アサイーボール食べて、え、同じところ食べてきたよ。ねどこにあったっけ、なんか梅田のアパホテルの下にあった、あのアパホテル泊まったことあるんだよね、自分、そういえばと思って。梅田、なんか梅田でさ、じゃユニバー前回かな、わかんない、全然前回ぐらいのユニバーの時にあのアパホテル泊まったんだよなと思って、思い出した、そういえばあそこ行って、そんなアサイーボールなんてあったんだと、行けばよかったって思った。そう、そこの3階にあったアサイーボール、なんか食べるとこ、座って食べるとこはなかったんだけど、なんかでも隣に椅子のなんかスペースがあって、椅子があってそこで食べたよ。山椒さんありがとう、嬉しい。エアコンつけてる、暑すぎて。ジェイカーさん、え、英語になった。山椒さんありがとう、サンディクでやばいよ。とっちゃんぼやさん、ヤッホー、今日のポスト今だけど、ハイパー大好き、ハイパー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 。タイビエさんありがとう、短冊、サンディクでやばいね。すやかな、まだ寝ないよ、毎日かわいくて今日もありがとう。いやいや嬉しい、可愛くないよ、私は全然可愛くないのに嬉しい、そんなこと言ってくれて。焼かないと、え、そう、そういえばさ、今日さ、そう、今日ダンスの先生にさ、え、腕白くねってめっちゃ言われたんだよね。確かになんかみんなこう比べたら結構白くて、マジ今頑張ってます、本当に毎日日傘、長袖、今日も長袖着てたし、外お昼ま、お昼出たからちょっとフードかぶってたし、日傘もさしてて、だからもう結構ね真っ白に生きようと思ってますね、今年は。 STU ファンは年齢層が高いというけど、それ STU が原因じゃなくて広島県がそうなだけやと思う。あー確かに、普通にさ考えてさ、広島県 STU、 広島のアイドルってさ、やっぱ地元民が応援しやすいじゃん。だって自分だってフィッシュボールが好きなのはさ、静岡で見つけられたから好きになったからさ、そういう結構関係するよね。広島県年齢層高いの？でも広島県さ、なんかさ、観光客、うん？落ち着こう、あってね、観光客、あ、そう、観光客しかね見ない。いつも宮島行くとさ、めちゃいろんなさ海外人、ん？外国人の観光客がさ多くてさ、広島どんな層が住んでるのか全く分からないよ、本当に。観光客多めって感じですね。うわ、なんか木の時が、あのピータンありがとう。そう、こんな食べ物なんだよ、生肉、おい、あのピータン結婚しないよ、今日前髪ボサボサだもん、買いすぎて。本当ですか、大ビエさん、ユザーさん、ありがとう。いっぱい診察見てないな。うわ、そう、診察のツイート今日しようと思ったんだよね。あのさ、今日さ、お昼さ、新しいお札欲しいので、新しいお札くださいって投稿しようと思ったけどさ、なんかお金もらえた人みたいななんかやめようと思って、診察見たいのでくださいって書こうと思ったけど、なんか欲しい人、いや、くださいって言ってる時点で欲しいってことで。それぐらいのやつ、インドラさんありがとう。そう、充電ギリギリなんだよね。イモス毎回録画して、見てください、嬉しい。どうだった、感想教えて。そう、P
ピスキさんやっほー、ダンタンさん短冊ありがとう、やっほー。そう、ぬいぐるみ妹スやったりした、かなちゃんの回、そうかなちゃんの回でした、ありがとうございました。もう入れかなう呼んでいただきありがとうございます。でも妹ステレビさん本当にマジ楽しくて、自分好き、めっちゃ妹ス、もう一生妹ス出てたいぐらいなんか好きです。スタッフさんは優しくて、なんか結構きついけどやることがねなんかこうまた多分今度あるんだけど、また今度のやつも結構ねあのおもろいですね。もう恥ずかしいですね、もう結構そういうの多いんだけど、なんかもうどんどん頭おかしくなってく自分を見るのが面白いですね。成長して頭がおかしくなっていく。いいかな、ハラカラさんありがとう。そうこんばんは、少しだけ子供みたいかな、大人だよ。そうだよ、左にある緑にある、これは筋膜、筋膜ローラー、昨日さいつもベッドに置いてんだけど落ちちゃって、ここに置いといた。首をゴリゴリしてますね、寝る前。足とかは普通に動きすぎた日とかはふくらはぎをゴリゴリして伸ばします。あと脇の下はめっちゃ伸ばす、二の腕細くしたくて、ここら辺ゴリゴリすると痩せるらしくて、めっちゃ痛いけどゴリゴリしてますね。アッパー、アッパーホテル好き、なんか安心するアッパーホテル、え、なんだろう、アッパーホテル好きなんだよね。守りたいこの笑顔、やった嬉しい。全然全然エアコン、エアコン25度除湿、今日ベタベタしてる。アパホテル、うん、そう、アパホテルいいよね。ヤッホー、あやまさん、ふーくん結婚しないよ。だってなんか今日首痛いんだもん、めっちゃ首の後ろが、結構さ首の後ろ痛くて、首の後ろ揉んでくれるなら結婚してあげる。同じアサイボール食べてリア中にもアピールしてこ、どういうこと、何のアピールだよ、どういうこと、どういうアピールそれ。高熱線39、え、高熱機、もう何やってきたの。 UFO って感じ。予報映画が出てきて暑さ対策します、だよね、その方がいい。熱中症気をつけよう、みんな本当に。北海道のカンパンありがとう、スヤポン玉みたいなやつ嬉しい。そうモースはまず UFO キャッチャーをする、そこまでいいんですよ。 UFO キャッチャーをするまではめっちゃ楽しくて、人生初めてゲームセンター貸し切りで、もうあの後も結構自分のお金とかでめっちゃ遊んでました。時間あったからね、でやったらいいんだけど、そういいんだけど、その後なんか謎の UFO つながりで UFO を呼ぶことになったからそこがね結構ね、そうおもろかった、おもろくない頭おかしかったゾーンですね。見てほしい、みんなに見てほしい、もう結構頭おかしくて体張ったからみんなに見てほしいポイント、今日の妹絶対再放送で見てください。もうその UFO を呼ぶところもうもうやばい、もう思い出したけど恥ずかしくなってくる。もう二度とあの公園行けない、あのメイクした顔で、うわあのなんか UFO を呼ぶためになんかやばかった子だって思われる。絶対またいたら、常連がいたら、公園の常連、九州から応援してくれてありがとう、嬉しい。アイスレモンさんありがとう、短冊も黒かな、何黒かなって観光客、そう美白で可愛いな、 NMB オーディションと羽田先生、そう NMB のオーディションの時代見てた方なら分かると思うんですけど、自分結構真っ黒だったよね、あの時。でも本当にね、なんか自分的には対策してるつもりだったんですけど、なんか学校もあったしさ、チャリとかさ、バスとかそういうのでさ、結構日焼けしちゃうじゃん。日焼け止めしか塗らなかったから、学校プールもあるし、体育の授業もあるし、結構真っ黒でしたね、高校生の時。まあそんな真っ黒じゃないけど、まあ今加工もできちゃうしね、言えてね。観光客もうね、何回も言うとさ、なんかなんとか現象みたいな感じで分からなくなっちゃうんだよね。広島旅行した時、喉 の確立必要を耳にしている。なんかさ、本通りでさ、愛の重さ、え、なんだっけ、なんか流れてるよね、いつも。なんか大きなビジョンみたいなやつで流れてて、わーって思いながら見てる。インバウンド、こんばんは、観光客を言えない感じが観光客、待って、何でしょ、嬉しい、観光客、200でか、あ、ちょっとどこのコメント読んでたっけ。うわ、最近嬉しいことが多いですね、いろんなお仕事できて嬉しい。広島に旅行した時、あ、待って、これ読んだ。あ、地元にあまり宮島行かないか、確かに
でも住んでたらさ、結構さ宮島好きやからさ住んでても行くかなって思ったんやけどさ、住んでてもさ本当に2回しかまだ3回しか行ってない。あ、結構行ってるわ結構行ってた。でもめっちゃ好き。なんかさ結構リフレッシュしたい時に行きたくなる気持ちが、そんなまめっちゃずっと広島住んでる人間じゃないけど、こう1年2年2年ぐらい住んでてやっと気づいた、やっと気づいたじゃない、思った。なんか気持ちが結構すっきりする。なんかママのパワースポットが宮島だったらしい。そう、なんかパワースポットって人間いろんな人みんな違ういろんなところあるらしくて、自分はなんだっけ、なんだ、なんか嬉しい、なに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 これ、あ、ちょっと顔、なにこれ嬉しい、ちょっと待って早くコメント追いつきたい、ちょっと待って嬉しい、ちょっと待って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 、タワータワー、ちょっと一回飛ばしてタワー行きます。タイニーさんタワーありがとう、ちょっと嬉しい。タワーの俺、あ、そう、かすみさんタワーの俺書いたんだけどさ、いないよね今って思って。タイニーさんありがとう、タワー、どうしようどうしようどうしよう、タワー書こう、今書こう。でも嬉しい。さあ、で広島行くときさ、ちょっと待って、どれに書こう、どれに書こう、広島行くときさ、嬉しい、ありがとう。やばー、めっちゃ、やばい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 。七夕か、七夕か。あ、七夕のさ、ギフトってこと？嬉しい。かなえちゃん可愛すぎ。よかった、もう、本当に、もうよかった。毎日化粧水塗っててよかった、本当に。もうよかった。昨日は髪乾かすのサボっちゃったけど、毎日頑張って、スキンケアしてよかった。ちょっと待って、頼まった。どれに書こう、どれに書こう、これに書こう。転がる。あ、間違えちゃう。曲歌っちゃうな。置いて、ちょっと待って、一旦こう片付けて。書こう。あ、やばいな。やっぱうち運勢いいわ、結構。あ、運勢じゃないな。運勢とか、なんか、違うか。あ、もう巨神ラーメン食べちゃおう。3150ドライヤーはね、たまにはね、いいんですよ。土曜日に正規メンバー昇格おめでとうタワー、これじゃないの、じゃあこれはもう可愛いタワーってこと。ただうちが可愛かったから恥ずかしい、自分で言うの可愛かったからくださったタワーってこと。やば、嬉しすぎるんだけど、ちょっとこれに書こう。ちょっと待って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 、どうしよう、ちょっと待って、やば、嬉しすぎる、嬉しすぎるんだけどさ、どうしよう、待って。あ、それかさ、明日タワー配信で見せようかな、タワーの俺。明日さ、休みだからさ、メイクしようと思ってたんだよね、ちょうど。なんか写真、ためとこうと思ってさ、メイクしようと思ったんだよね、明日。だからさ、明日メイクするからさ、その方がいいかな。どう？嬉しい！可愛すぎて、だいぶ。よかった！やばい、今変な顔しちゃった。今の一瞬の顔やばかった。よかった、もう本当に毎日髪の毛溶かしててよかった。ちょっと今日ボサボサだけど。嬉しい、ありがとう、タイピーさん。ちょっと喜びすぎ、嬉しい。嬉しいんだよ、嬉しいんだよ、もう。照れますね。可愛くてよかった。いや、なんか恥ずかしい、そんな、可愛くなってきた。もう可愛い、可愛くないですけど、もう。恥ずかしい、ちょっと。こんなに喜んでくれるの嬉しい。ありがとう。恥ずかしいですね、ちょっと。明日タワーのお礼します。ありがとう、嬉しい。ちょっとスクショしよう、スクショしとこう。明日タワーのお礼メイクして見せるね。嬉しい、ちょっと本当にもうニヤニヤ止まらないんですけど。あ僕も照れてきた。もう照れますね、照れ照れ坊主になっちゃう。あちょっと怖い、自分怖、めっちゃニヤニヤ、そう、自分めっちゃニヤニヤしちゃうんだよね、ニヤニヤ病なんだよね。そうで、どこ読んでたっけ。海外、そう、観光客さん多いよね、観光客さん転出率が高いらしい。あ、そうなん、高いんだ、広島行って。ほんと広島めっちゃ好きな場所、ママ一番好き。ママ結構なんか広島に運命感じたとかなんか言って、なんかほんとうちがSTU受かった時なんかママほんとになんか広島好きなんだよね、めっちゃ運命感じたから、なんかなえがSTUもう運命ってことだねって、なんか意味わかんない、なんかめっちゃ言われたんだよね、なんか運命みたいな、謎の運命、運命で繋がれた勝手にママに。
そう、熱中症対策してきてください、熱中症ってゆっくりで言ってみてみたいな、絶対さ言ってくるよね誰か、言ってこなかったら恥ずかしい。診察見てないけど調べた、ヤッホーフリー、早口言葉、観光客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 得意なんですよ。昨日からね、1日からん3日からかネットで拾ってんの、とにかく後で見る、どういうことどういうこと、診察させてください、お願いします。そうバズっちゃう、そう診察させてください、やばい1億円が出たやばいやばいやばい、え確かにゲットしたら勝ちじゃない、1万円変わったの、このエモーズかな、大丈夫と思う、エモー好き、バレてはいつもあったんやけどどんどん終了しちゃった、もう体が再開させて超おもろくしちゃおう。最近めっちゃおもろいのが好きで YouTube とか普通になんか関西の人の YouTube とかめっちゃ見る、めっちゃおもろい、なんか普通に会話がおもろくて、あなんか自分も関西に混じってみたいなと思う、混じったら自分埋もれちゃうかなんか学びたい、おもろいこと自分でただ一人でこうやってベラベラ喋って喋ってなんか100個喋れば1個当たるみたいな確率だから、ちょっと本当に口数少なくてもおもろい人間になりたいですね。イデカナって名前大好き、嬉しい、カナにあって嬉しい、妹さん明日見て見て、本当に絶対に見て、下野先生会えてありがとう、あたおかがはかどりも、そうなんですよね、銀行え帰れるってこと、広島小橋さんやっほー、妹さん友人があるでも見られるのえ嬉しい、ありがとう、バサラバサラ、ストーンセイさんありがとう、守りたいこの笑顔ありがとうございます、よかった笑ってよ、これから足いつ見れますか、じゃあ今日の X の投稿見たらちょっと足映ってると思いますよ、で一応言っとこう、なので X 見てくださいね、さっき投稿したやつ、東横インも泊まったことあるよ自分、東横インでホテル女子会した高校の時、コロナで結構さお出かけ外に外にお出かけができないってなって、市内の富士市の東横インかなに泊まった気がする、で富士宮かなパーティーして、その次の日パーティーとかグッズとかも持ったまま学校行った、朝から朝食食べてしっかり、なおさん風船ありがとう、アパホテルのカレー食べたことない食べてみたいんだよ、プリンハートありがとう、スイカ食べましたか、今日食べました、スイカまだ食べてないな、差し入れでスイカ欲しいな、なおさん、なんだっけこれ、雪の結晶、あ、雪の結晶じゃない、どっからどう見ても雪の結晶じゃない、なんだっけ、あ、風船、あ、違う、なんだっけ、シャボン玉ありがとう、なんなんでも全然手が分かんない、確かにバズるため、クジマッサージしてください、え、そう、首痛い、絶対さフライングダイナース乗りすぎたよねってりって思ったよ自分は、フライングダイナースたくさん乗ったんですよ、ユニバ行った時、フライングダイナソーを3回かな、3回2回え3回かも、でハリドリも2回、後ろのハリドリが1回とか、もうめっちゃ絶叫乗りまくって、もうその日いる人の中で一番乗り物乗ったレベルでいろんな乗り物乗りまくったんで首痛い、ミニオンのハチャメチャライドとかドンってなってびっくりしましたね、え嬉しい、幸せ、毎日幸せなのに嬉しい、ありがとう、そう貸し切り、そう貸し切り、アマプラで配信されるか見て嬉しい、見てください、 UFO キャッチャーにハマってたのが仕事につながる、そうよかった、 UFO キャッチャーハマってよかった、6000円も使ってプライベートで、もうよかったよかった、あの6000円はもう芋を捨てる出るためのお金だった、もう無駄じゃなかったって考えたらよかったですね、ニナティちゃん時代、そうニナティの時代、ゲシュタルト崩壊、あそうそれ、漢字ドリルたくさん書いてると分かんなくなるやつとか、 UFO って書いてあるけどやりませんよ、あきおくさんありがとう、なんだっけ短冊、今日はあくびバレる、あくびしてないもん、あくび台とか言うとまだかわいい、え違う、あくびじゃないって顔でしょ、28ヒロシも何それ、青春18切符みたいな、1年目だし肌を焼かないと怒られる、今じゃ信じられない、えどういうこと、なんで肌焼かなきゃ怒られるの、えそういうのがいいみたいな、ピースピース、ありがとう、熱海並そうタワー嬉しいよ、タワーグーさん短冊ありがとう、ヒョンキはまだか、やっと気づいた本当の気持ち、歌ヨシュビさんピースピー、タンタンありがとう、短冊嬉しい、もう嬉しい、七夕嬉しいな、タワー、もう加藤さんシャボン玉ありがとう、嬉しいな、嬉しい、 UFO タワー、 UFO 頑張ったタワー、あ確かに今日 UFO のタワーってこと、みんなで今日 UFO 呼びましょう、夜怖すぎて嬉しいすぎる、ありがたわ、もう喜ぶ、もう嬉しいですね、イモース見てくれ、嬉しい、イモース見てください、どんな感想教えてください、僕も照れてきた、トンちゃんかわいい、ありがとう、こんばん
笑顔の可愛いかな、嬉しい、山下さん以来そんなことを言ってくれて、もう一生笑ってよ、嬉しい、ありがとうございます。バザラマさん顔が真っ赤になってる、ちょろいな、ちょろいとか言うな。まるまるさん、たずかありがとう、加藤さんありがとう、可愛い人こんばんは、恥ずかしい、可愛くない、やっほー、広島にえなった、ある夢多分私にそこもらった、確かにおもろい、去年11月に宮島行った時かね、めっちゃ多いよね、めっちゃ気が多い気がする、ユニバ行った時もユニバめっちゃ外国人多かった、なんか学生とか多いのかなと思ったら学生とかいないし若者もいないし観光客とかなんかツアーの人がめっちゃ多かった、この時期なツアー多いのかな、安いのかな、こんだけツアーの方が多かったよね、めっちゃいろんなね言語が飛び交ってました。関西の空気にかなえちゃん合うと思うよね、やから関西に来てみたらお店の人と雑談してみたらやばい、え雑談してくれるお店あるかな、自分と、え関西の、えうち結構好きかも、本当に NMB さんとかもいろんなさ、結構いろんなの見ますよ、 YouTube とかも見てて本当にめちゃ好き、渋谷渚さんの YouTube も見てたよ、めちゃ好きです、結構なんかなんて言うんだろう、おもろくてめっちゃ、いやおもろ、なんかおもろい、なんか一生口角笑ってる、あ上がってる、数打ち当たる、そう自分の、そうなんです、 SC のおかげで広島好き、え嬉しい、ドーミーンは泊まったこと、ドーミーン、あ広島になんかあるよね、泊まったことないかも、結構ビジネスホテル自分泊まるかもおもろ、今日1万円札も新しい1000円交換してあげる、ん、どういうこと、1万円札1000円ということ、うわ詐欺だ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 、温泉マークさん、えなんで温泉マークなの、温泉マーク詐欺、温泉マーク詐欺だ、おはよう、ひろしさんいた、ありがとう、楽しそうなパーティー参加した、そう学生の時はよく女子ホテル女子会っていうのをね頻繁にしてました、なんか謎になんか冠とかつけて、なんかドレス、黒いドレス着て意味わかんないよね、なんで冠つけてるで、ケーキ作ってそこででなんか風船とか用意するの、そのために結構テンション上がるんですよね、ホカンスっていうのかな、ホカンス好きだよ自分、結構パーティー、なんかホテルホカンスのいいとこってさ、どんな気を起こしても怒られないとこだよね、家とかだとさお菓子食べたら片付けしなきゃいけないとか、ラーメンの残りあと片付けなきゃいけないとかめんどくさいじゃないですか、でもホカンスしたらもうまとめてればいいだけ、いやいいのかな分かんないけど、最高、ホカンス最高です、東さんありがとう、シャボンでも明日もしかすると始めないかも、明後日、うわじゃあ明後日もメイクしよう、明後日もきっとレースあるけどメイクしよう、午前中暇だし多分メイクします、明後日、明後日でも、明後日でもいいかな、明後日、明日、明後日、タイピンさん、えでも今日がよかったら本当に今日書きます、今、今書きます、曲が流れるジェットコースター乗った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 、大阪ラバーだっけ、なんだっけ、大阪ドリーミンだっけ、なんだっけなんだっけ、トゥ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 、もうずっと聴きすぎて、もうなんか帰ってる時もなんかずっと頭に流れて、なんかずっと歌っちゃうの、なんか御堂筋なんちゃらかんちゃら一本しかありませんみたいな感じの歌詞だよね、ひろしさんありがとう、シャボン玉6000は投資だったのね、そう投資です、妹投資、6000練習、そうクレーンゲームの話してた時6000速攻で、そう私の6000が目があくびした目だったんよ、こういう感じ、加藤さんバラありがとうございます、嬉しい、オーケーさんハタありがとう、こんばんは、ハタありがとう、かなあちゃんのおひこぼしになれますよ、皆さんかなあちゃんのひこぼしになってください、私は織姫になります、織姫とひこぼしの関係、オーケーさんハタありがとう、かんちゃんレインボスありがとう、 NMB 常に喋って、確かにめっちゃごじゃごじゃしてて面白い、浅草とかが確かに多いね、自信持っていることがあります、それはかなちゃんこの世で一番可愛いこと、本当ですか、本当ですか、可愛いと推しは比例してますか、質問UFO かな、 UFO 今までお札使えない、ええどういうことどういうこと、今までのお札使えなくなるの、詐欺、えどういうこと、詐欺、え詐欺するってこと、えどういうこと、わかんない、怖い怖い怖い、やだやだ、日本怖、 NMB で静岡いるよね、あそうそう、オーディションの時いや、もう一緒にさ、ずっと喋ってたんだよね、結構結構ね、そうリオちゃんさん、
そうめっちゃ喋ったよ。そうオーディションの時仲良くなったんだよね、 NMB のオーディションの時。でもなんか隣にいた時めっちゃもう可愛すぎて、あ絶対受かるんだろうなと思ってさ、絶対さなんかさ大体さなんか2つ数字つなげてとかさ受からないじゃん確率的に考えてさ、あもう自分落ちたわってコロナ禍でずっと思ってた、可愛すぎて数字が連なってたからさ、うわもううちも終わったって思ってた。なんか NMB の最終審査最終の前かの時に結構仲良くなった子がグループがあって、そのめっちゃグループで仲良くなったんですよ。なんかその場にいたとこ子たち仲良くなって、ゆいたんもいたし、ゆいたんも仲良くなって、その時にりょうちゃんも仲良くなって、あとひなのちゃんもその時仲良くなった。そのグループめっちゃもう10人ぐらいいて、10人ぐらいでめっちゃ仲良くなったんだよねみんなで。そう他のいろんなアイドルをやり、なんか追い受けてる子とかもいるし、めっちゃ良かった、楽しかったあの時間。しんちさんありがとう、あの時友達たくさん作った、誰もありがとう。お札はかなちゃん時間、あお札じゃなかった、俺はかなちゃん時間ある時、いつでも時間ある、じゃあ書いといて台北さんが来たらそれ見せるね。ありがとう、嬉しかったよ、もう嬉しいよ毎日、もうありがとう大ビエンさんタワー最近嬉しすぎる、感謝感謝。ハッピーさんハートありがとう、御堂筋は一車線しか動かない、なんかさ そんな歌詞なんかあるよね、そういう歌詞なんかそんな歌詞がずっと頭の中にあってさ、あそうなんだと思ってさそもそもそのさ電車がよくわからんけどさ、そのなんか御堂筋って書いたやつをさ見た時はさ、なんかうわあの歌に出てきたやつだーってめっちゃ思いましたね。今回回収こんばんは、素晴らしい妹投資、そう USJ も投資になるといいね、お仕事来てUSJ のさハルキャンのさ CM やりたい、かわいい、嬉しい、リモさんありがとう、ナオさん誰もありがとう、ウケるそれ、あかすみさんがいた、かすみさんタワーありがとうございました、タワーのお礼を書いてたんですよ、タワーいつのタワー、昨日の1個前の日、なんて言うんだろうそういうの、あさってプラス明日、あさってじゃない、おとといプラス昨日プラスおとといの日ですね、のタワーありがとうございます、ありがとうございましたかすみさん、ありがとうタワー、あタワーあんありがタワー、ありがとうございます、読める、ありがとう、嬉しい、受ける嬉しい、ありがとうございます、俺ピーマン嬉しすぎる、ありがとうございます、そう嬉しいしか言ってなくて嬉しい、こんばんは、嬉しいです、年一しか会えなくなっちゃう、うわ会うと年一しか会わないようにしようとしてるでしょ、1年しか会え、なんでみんな知ってるの、年で 年一しか会えなくなること、みんな結構詳しいんだね世の中に対して、今までのお金が使えなくなる、やだよそんな詐欺、多分可愛い投資は比例してます、よかった比例しててくださいよ、おはよう、今までのお金でよかった、こんばんは広島です、こんばんは、おー仲良し最高だ、そうかなうだー、こんばんは、ともともさん短冊ありがとう、嬉しい短冊嬉しい、山吹さんレモさんありがとう、こんばんはレイさん、かなうちゃんって呼ぶのもなんか照れますね、照れられますね、なんか確かになんかさ人をさちゃん付けとか呼ぶの結構さ緊張する時あるよね、自分も結構緊張する時ある、こんばんは、ともともさんシャボ玉ありがとう、歌だけで曲名やってるの難しい、大阪ラバースイカっぽいのが流れてる、おはようパチパチ、ありがとう、みんな祝ってくれて、祝ってないか、コジさんビスビス、かなちゃんはおつ姫、おつ姫様やった、おつ姫様ありがとう、みんな88888ロー、うち初めて配信した時にさ888ってめっちゃさ打ってきてさ、なんかタワーが来た時めっちゃ888って来てさ、何この8ってめっちゃ言ってたよね、8ってどういうことって全然理解できなかった記憶ある、キッチンさんありがとう、アサイボールアサイボールって呼ぼう、これトマトボさんやっほー、5位って何、5位って、おつ姫、おと姫か、おと姫、おつ姫ってなんかトイレじゃん、今日パチパチパチ、そう今日さ、いやおもろいことあったとか言ったらおもろいことになっちゃうからやめよう、おもろいことあったっていうのやめよう、織姫のコスプレ、確かにあり、行為大阪もやり込める、なんかさ観光地調べて大阪行くとこなくて、だからなんか出てきて行ってみたいなと思った、どう思います、行った方がいいと思いますか、
だから自分一人で天王寺行ったことがあって、結構なんかうち一人でいろんなとこ行ってるんだけど、大阪のね一人で天王寺行ったんですよ。そしたらなんか言葉にするの難しい、ホームレスの方がいっぱいいてめっちゃ怖かったんだよね。行った時一人で行ってめっちゃ怖くて、その時そう天王寺、あとはどこ行ったっけな、天王寺動物園入ったか入らんかったかね、入らなかったんですけど、串カツとか食べましたね。家中で遊びに行く、そうなんか天王寺なんか結構なんか意味わかんないとこ行っちゃって、なんかわかんないけど歩いてたらなんか迷っちゃって、でも前に若者がいたから、若者がいたからついてきましたね。そしたらなんか展望台ビルみたいながなんかありましたね。歩いたらビルみたいな、何あれなんだっけあれって言いましたね。ちょっとあそこら辺なんか怖かった、自分的怖くてちょっと怖かった思い出。でもめっちゃいい場所だなと思った、美味しかった食べ物が、串カツ食べた、めっちゃ前一人で行った時に一人で食べましたよ、美味しかった思い出があります。最初の食べ物、本当？食べれば行けばよかった、雨村どこにあるの、どうやって行けるの、なんか VS パークみたいなとこ行きたくって、なんか遊ぶところ、それが万博公園なんちゃらかんちゃらなんちゃらみたいなとこにあって、遠かったんだよね中心部から、どうやって行けばいいか分かんなくて結構時間かかったし、乗り換えもあってやめた。アベノハルカス1位は道東さんということ、あやばお腹鳴っちゃった、大阪南部の防衛劇場、そう行こうと思ったんだけど、本当は NMB さんの公園行きたくて、あったから旧規制さんのやつがあって、ワンチャンあれじゃねって言ったけど、多分うちら許可なしで行ったら怒られるから、やめましたね。行きたかった、見たかったんですけどね、本当に。リアチューと遊びに行く。そう。増えた、折姫だ、あかん。頭回ってない。手なじやけど、もう、あ、入ってると。そうかな。行くなんで、そう、去年9月ぐらいも行った。おととし、去年か。なんか9月ぐらいなんか行ったんだけど、いつだか忘れたけど。めっちゃね、暑かったね。やばかった。なんか9月暑いんだって思いました。めっちゃ熱中症になるかと思った。でも日傘あったから、それさせてた。めっちゃ暑かった記憶ある。大阪城行きたい。何があるか。ジョーブログさん。そう、パパめっちゃジョーブログさん好きだよ。自分さ、ジョーブログさんっていうの知らなかったんだけどさ、パパが見ててさ、YouTube のおすすめ出てきてさ、見るようになった。パパめっちゃ好き、ジョーブログさん。パパの YouTube、マジそう。めっちゃジョーブログさんな気がする。なんか、好きって言ってた、パパ。ほら、西成地区で何？そこら辺若い女の子いちゃうか。そうなの？やば、全然わかんなくて、マジ、情報得てから行けばよかった。その気はマジ、ブラブラ人間だったから、なんかもういろんなとこ適当に歩く人間だったんだよね。何も考えず。通天閣？三角公園？前まで大事なヨガで今普通だった。そうなんだ、通天閣、そう、なんかそこにたどり着いた。動物園前とか、そう、その辺。矢吹さん、ありがとう。なんだっけ、それ。アサイボール、ありがとう、嬉しい。今年は海がプール行ける。行きたいなと思ってますね。休みあったら、プール行きたい。いや、でも焼けれないんだよなって思うのめっちゃ考える。なんかさ、ちょ行きたいとこがあって、ユミリランドのプールめっちゃ行きたくって、久々に。でも、焼けちゃダメだなって見ながら考えてる。夜だったら焼けないからいいんだけど、夜行くとしたら。でも夜は普通に危ないっていうか、ファンの方に心配をかけるようなことをしちゃダメだなと思って、夜は、なんか、やめた方がいいかなって。でも日焼けしないのは夜なんだけど、普通に危ないよねっていう話、怖いよねっていう話だよね。矢吹さん、バラありがとう、嬉しい。そ
こら辺で生まれたのがミックスジュース。え、どういうことどういうことどういうこと、ミックスジュースがそこで発祥されたってこと？適当に材料ぶち込んだらミックスジュースになったのかな。矢吹さんありがとう、嬉しい。地下鉄なんだ。おつい姫は浦島太郎お姫様か。そうなの、関係者じゃなくて巣に入るのも許可いるのか。え、そう、なんかダメだった気がする。確か友太郎さん、レムさんありがとう。一般女オタズラ式ジャイブに、え、そう、ワンちゃんバレないかなと思ったんですけどね。もし言われた時また立ち下げられちゃうと思ってやめた。バレた時、バレた時のこと考えたらしっかりやめました。だからヤッホー AKB 劇場行けるの、みんなある前西本新喜劇見に行きたい。あ、そう、それも言った、西本新喜劇見に行きたいって言ったけど時間的にね、なんかちょうどいいのがなくてやめたんだよねって話。ジョブログ面白いよね。面白い、アンダーグラウンドの世界。かなちゃんこんばん、毎日かわいい写真で暑い日々を乗り越え切っています。ありがとう剛さん、そんなこと言ってくれて嬉しい。ナイトプール、そう、スナイプール、あり剛さん、ありがとう。ウネダス何で細くなるか偉い。そう、痩せようと思いました。筋膜ローラーあるよ、筋膜ローラーあるよ、頑張ってるよ。ファンに心配かけないように、王道成績アイドルの発言。だって王道成績アイドルだもの。こう見えてルール守る気アイドル。え、そう、こう見えてルール、え、マジ ENTP ってなんかルールに厳しいらしい。ENTP に変化したんだけど結構ルール厳しいらしい。確かに自分思う、いつも結構なんかギリギリ攻めるけどルールは守ってるなと思って、ルール破るして嫌いって思って生きてるんですよね私。結構ルール破ってる人見ると、なんであの人はルール破ってんのに自分は我慢してなきゃいけないのってイライラしちゃうんですよね。だからね、あの、大事ですね、ルール破ること。ルール破れるようになりたい、気軽に。いや、ダメだけど、それは。今日は新世界のあたりぶらついてる、確かに香ばしいね。新世界って何？新世界があるの？どういうこと？宇宙ってこと？え、どういうことどういうこと？スペースマウンテンとか。スペースマウンテンもう終わっちゃう、7月30だっけ。うわ、閉じちゃうよね。新しくなるよね。うわ、最後に行ってきたい。ランド行きたい、ランド行きたい、ランド行きたい。こんばんは。今日も暑かったよね。新劇場って NMB 劇場入ってるビデオで常にお笑いライブしてる。え、見たい、ちょっと笑いたいな。 NMB のダンスとか全体の揃え具合とか見慣れとかたくさんもったいない、ほんと。行きたい、え、ちょっと見行こうかな、普通に行きたい。ちょ、今度聞いて許可取って行こうかな。めっちゃ行きたすぎる NMB、 普通に自分めっちゃ入りたかったんですよ本当に。なんか本当オーディション受けてる時マジで入りたすぎて、 NMB に入りたすぎて3曲ぐらい重力で覚えたんですよ。だって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 と、あとワロタピーポーと、あとなんだっけ、もう今覚えてないけど、恋なんかノーなんちゃらみたいな、ノー天球みたいな曲とか、あと夢は逃げないとかめっちゃ覚えてたんだよね自分。懐かしい。え、動画撮ってた。めっちゃ入りたすぎておもろ。今思い出せばそんな日もありましたね。ワルトピーポー踊ってたのおもろいな、こうやって。なおさんありがとう、短冊。カリさんハタありがとう。あとなんだっけ、あのかっこいい系の作曲、うわーめっちゃ思い出したい、なんか覚えてたな、あのかっこいい系の曲なんだっけ、あ、しだれ柳とか、めっちゃしだれ柳めっちゃ覚えようって頑張ってた。カリさんハタありがとう。コンプラ、そう、コンプラ、ソン、守る。ちりさん、あとありがとう。かなちゃん、りょうちみたいにあざとく見えてきたんだけど、気のせいですか。あざとくないよ、うちはあざとくないよ、あざとくないよ。ちりさん、たつくありがとう。今からしたらいいの、スペースモード終わっちゃう。そう、マジですよ。何期受けたの？8期と9期受けたよ、自分。8期は全然進まなかったけど、9期は結構進んだ。そう、8期も9期も受けてました、NMB。距離感的にもママがギリギリオッケーしてくれるとこだったと思ったから受けたけど、ママには言ってなかったんだけどね。あの最後のは言ってたけど、8期とか言ってなかった、受けてること。9期は言ってたけど、さすがに9期ん合ってるか。懐かしい、めっちゃ好き、曲とかめっちゃ懐かしい。こんばんは。年日で高生を大阪城ホールに立たせてなかったっけ。え、そう、8期の時が大阪城ホールでやってたんだけど、9期がグランキューブ大阪、え、なんだっけ、大阪グランキューブ大阪合ってる、なんかそんな感じの、そう、なんか島のところにあるさ、広
広島、広島、大阪の駅のさ近くらへんのさ中江島みたいな、なんかわかんないけどそこらへんのさなんか会場だった気がする。そこでなんか踊った、トゥルツトゥルツトゥルチャンチャンチャン、トゥルツトゥルツトゥルツゥン。だからさ STU もあるじゃんこの曲、 STU48、 あの歌詞をさ自分 NMB で覚えてたんだよね。だからさ最初さ STU で覚えるとき大変だった自分。いい年のナンバーナンバーナンバーで覚えてたな。だから今でもたまにごっちゃになってしまう。懐かしいな、そんなこともあって今ここにいます。いいな、大阪城ホール立ちたかった自分も。カンさんありがとう、短冊嬉しい。モニカ、モニカこんばんは、カンさんありがとう。ドクドク早いってことだよ。カナちゃんの時、そうカナの時は大阪城ホールじゃなかったんだよね。3回行った、そう大阪城ホール立ちたかったですね。ショールーム審査があると、ショールーム審査やってたのよね。みんなやってたよね、ニノティータイム。うわ懐かしい、恥ずかしかった、マジでショールームとかやったことなくて恥ずかしかった。あの時の自分に言ってやりたい、もっと堂々と配信しろよと言ってやりたいですね。東さんシャバ玉ありがとう。グランキューブ、そうグランキューブ大阪、中之島、あ中之島って言うんだあれ、そうグランキューブ大阪でやりましたね。はじめましてじゃないでしょ。 STU2 級受けようと思ったの、 STU2 級は受けようと思って、なんかあええ なんて言ったんだよ、なんかそんなめっちゃ詳しくなかったんだよね。暗闇の曲をしてて、暗闇はしてて、暗闇はなんかテレビで見たんだよね。カウントダウン TV とかでさ何位みたいな流れてきたんかな、なんかわかんないけど、なんかで暗闇を見て、暗闇はいい曲と思ってしてたんだけど、めっちゃなんかオーディションやってるとか知らなくてそこまで情報追ってなかったから、3期のオーディションはなんかめっちゃ花だれの、花だれを知って、花だれでめっちゃ調べてて出てきて、なんかホームページが印象的だった、めっちゃなんかめっちゃ印象的じゃなかった、なんかめっちゃさ神秘的なさホームページ、オーディションのホームページでさめっちゃさしっかりしててさ、うわーすごいって思ってるけど、結構さオーディションってさホームページ大事だよね。結構見ますねホームページは。中野島そこに出た、そうそこに出ましたね。 STU 瀬戸内バー、そうしかも STU 大変なのがさめっちゃいろんな種類あるじゃん、いろんな、もう広島とか山口兵庫とか、それやばいよね。もうさ結構頭分かんなくなっちゃう、もううわ一番大変じゃん STU が。ダンスかっこ、え分かる、ヤッホー、え覚えてた、ありがとう、単独かなちゃん STU のメンバーでよかった、ありがとう、嬉しい、ありがとう、うちも STU 入れてよかったなって思います。ママも、なんか STU が運命って言ってたし、自分もなんかこういうなんか放課後に海歩きながら聴きたい音楽みたいな感じの曲がめっちゃ STU を知ってからめっちゃ曲調べて聴いてて、もうめっちゃ普通に自分のプレイリストに入れるぐらい好きだったから、だからよかった STU に入れて。妹も LINE ミュージック?なんかの曲を起病中にしてて、妹も好きになってくれて嬉しいなと思いました。妹をユニバに連れてってあげたい。妹ハリポッターマジで大好きだから連れてきたいな。でも妹は部活忙しそう、カナウと遊んでよ、ね、こんばんは。俺も STU バージョンを聞きながら NMB バージョン頭に浮かんで、でも分かんなくなるよね、なんか本当に分かんなくなる。ピースピース、ママにバレる、こんばんは、そうママにバレる。カナウちゃん見てみたい、 YouTube 出てくるかな、恥ずかしいな、めっちゃ黒いよ顔、本当にやばい。こんばんは、ちいきさん県別、そうしんちさんとありがとう。命の歌フェスと公開収録行ってきて最前列、え、いいな、うちも行きたかった。タイプ A からタイプ G でしたっけ、暗闇、え、どういうことどういうことどういうこと、よかったよかった、こんばんは。多分全部え、すごすぎ、うちより子さんすぎでしょ、メンバーより子さんなファンの方々。今日はラーム優待離脱にしておきました。え、わかる、うち優待離脱最初さ好きな曲にしたんだけどさ、なんか朝嫌いすぎてさその曲のことが嫌いになっちゃうからさ、アラームにさ好きな曲するのやめてさ普通に初期設定のさトゥルトゥルトゥルって音にしたんだよね。結局ブロックは解除された、妹からのブロック最近 LINE してないな。あ、今日姉ちゃんから LINE 来てて、 LINE 来たんだよね、お姉ちゃんが久々に。だから返そうと思って、レッスン終わりあと 1% だけど返そうと思ったけど、あとにしようと思ってからあとで返そうと思ったんだよね。ママのも返さなきゃ、ママから来た LINE は
かすみさんのお礼書いただよいつもなんかこうこの時間ぐらいになるとこのタワーくれた方の名前を送ってくるの。なんとかさんのお礼書いたって夜寝る前もなんとかさんのお礼書いてから寝なさいよって絶対電話くるのマジおもろい。書いたわって言う毎回。今だからできる今しかできない ST43 期生オーディションって。そうそれだ。そう結構惹かれた。なんか写真にめっちゃ惹かれてなって受けようと思いましたね。吉川さんありがとう。短冊吉川さんペナルティありがとう。そうしかもなんかゆいたんとこれ結構配信何回も話したことあるんだけど、そのゆいたんと NMB オーディション終わってから結構東京で遊んだこととかあって、その時カフェでめっちゃ覚えてる。カフェで結構電波繋がらなくて、地下だったから地下のカフェで電波繋がらないけど、なんか3期生のオーディションあるよねみたいな話して、受けるって言って、どうしようでも受けたいなって考え言ってて話してて、その後に一緒にスタバ行ったんですよ。渋谷の原宿渋谷どっちか忘れたけど、 ST 入る前にね。で渋谷行って、あのじゃあスタバ行って、そこでなんかオーディションの写真を撮ってもらった自分そうそういう写真あった方がいいよね、受けるならあった方がいいよねってなって撮ってもらったんですよね、ゆいたんに。めっちゃ覚えてる。電波繋がらなかったことがめっちゃ一番覚えてる。地下のカフェで何回も電波繋がらないってやった記憶あるんだよね。懐かしい。そんなこともありまして、こんばんは。育成オーディションが見てる。すごっ、ビスカナッタ3姉妹なんだね。3姉妹、そううちら3姉妹って感じです。洗濯すんだ。え、洗濯してないよ。明日頑張る。明日休みだから頑張る。さとしさん、やっほー。かなちゃんのお姉さん4教師受けない。お姉ちゃんは年齢的に無理っしょ。しかもお姉ちゃんアイドルって感じじゃない。アイドル推すのは好きだけど、お姉ちゃんが一番オタクなんだよね、姉妹の中で。アイドル女性アイドルオタクなんだけど、お姉ちゃんが一番ね。あ、妹は普通に韓国アイドル、お姉ちゃんは日本の女性アイドルオタクなんですけど、受けないともお姉ちゃん見るのが好きなんだよね。でも妹にどうしても受けてほしいんだけど、妹は本当怒る、勝手にそういうことすると。ママカナヨが勝手にこういうことしようとしてるってこの前チクられて怒られた。ママ感謝に熱い。そうなんです。こんばんは。いつにしませんいつにしませんたけのさんで2番目はカナヨ。勉強します。こうやってやろう、こういう顔やば、安っぽすぎてさ誰も受けようと思わないの最悪すぎる。やっほー。お母さんに覚えられたら本物だな。そうだよ、ママみんな覚えてるよ。こう覚えてる。サッシーさんがけん、サッシーさん兼任したことね。でもそれは知ってたかも。なんか瀬戸内の声結構さ印象残ってるよね、あの制服といい。サッシーさん、サチハラさん、え結構でも知ってる、みんな知ってる。知らん、確かに知らないね。確かに HKT 印象強いよね、言われてみれば。へえ、ママはタワースクショしてくれ、スクショしてくれてると思う。ピースピース。アルバム曲でおすすめの曲ありますか。夢はいつだって汗臭いですかね。今肩を並べて SE で活躍中。そうなんです、スイーティースメルはゆいたんと新名なんですよ。昇格したから結構その歌割りが正規生さんと同じところの歌割りでめっちゃ嬉しかったの。そう昇格してよかったって思ったこと一番かな。一番なんか弱すぎ、弱すぎだけど普通に昇格してよかったって思ったのを一番最初に感じられたのがスウェッティースメルだった。あの歌ありが来た時になんか昇格したから正規戦さんとに並んだ歌ありだったからそれが嬉しかったですね一番で。ゆいたんとなんだっけ新名で嬉しかった。めちゃめちゃ反対歌わりも全部一緒で嬉しかったですねと思いましたね。カナタ青春してるの羨ましいな。青春青春、今日青春で青青春で思い出したんですけど、シーブリーズの二交換とかめちゃ懐かしいと思った。もう懐かしいってうちは見てた側だけど、バランスを取れていいか。そうなんです、カナちゃんのお姉ちゃん欲しい。ダメですよ、怒りますよ、だからブロックされる。そううちさ怒られる、よく妹にさ怒られる。うち妹の怒ることしかしないんですよ。2番目はカナちゃん、やった嬉しい、よかった。スティールのことさ好きでさ、カナのことを好きでになってくれてありがとうございます。お姉ちゃんとは喧嘩しない。お姉ちゃんは心が広いかも。なんか喧嘩するよ、お姉ちゃんはね。
あのね、うちがね、実家帰るとね、お姉ちゃんリビングでなんか寝てるからね、お姉ちゃんは家が2個あるんですよ。ひいおばあちゃん家にも住んでて、家で、普通の家、うちのあの家にも住んでるんですよ。なんか知らんけど。なのでね、私が泊まっ、なんか私が静岡に泊まるとさ、リビングで寝るんだけど、自分の部屋が妹の部屋になったから、リビングで寝るんだけどさ、お姉ちゃんがいてさ、なんか夜までさ、なんか作る、なんかお仕事のことしててさ、私寝れなくってさ、それでさ、あのさ、ママとパパのさ、真ん中行くけどさ、パパのいびきうるさくてさ、寝れないんだよ、うち。ですよ、本当に。めっちゃうるさくて、もう寝れない。もう、うちこうやって寝るもん、こうやって。パパも、カナがいびきうるさいって言うから、寝れなくて、もう、だからカナ先寝てって言われる。いつも。でママとパパの間にね、寝れるのはね、本当にね、学生の時とかさ、自分の部屋があってさ、幼稚園、小学生ぐらいからさ、一緒に寝れてないからさ、嬉しいんだよね、実は。真ん中に寝れるの。なんか家族5人でさ、みんなで寝たい。ちょっと本当にそれはちょっと普通にお姉ちゃんが一緒に寝てくれないと思うんだけど。しかも妹も反抗期だから一緒に寝てくれないんですけど。多分、だからママとパパとカナダ3人で寝ます。シームなんですよ。お姉ちゃん。お姉ちゃん好きだってお金くれる、あだってとか言ったらおかしいけどさ、なんかうち学校一緒になんか雨の日はママが、うちが高1の時お姉ちゃん高3だったから、雨の日に電車駅までなんかママが車で送ってってくれるってなったんだけど、なんかお姉ちゃんちょっと支度が遅くて遅刻しそうになって車の中で待ってて、もう電車乗れないじゃんってうちが怒ったら、1万円を差し出してくれたんですよ。駅から学校までちょっとバスがあるんですけど、そのバスも1個電車乗り遅れると間に合わないから、それを言ったら、もう間に合わないじゃん、うち遅刻じゃんって言ったら、タクシーで行きなって言って1万円くれて、いやタクシーで行っても800円ぐらいの距離なのに1万円くれて、お姉ちゃんなんか結構お金くれるんだよね。よかった、次女で。うちがもし長女だったらお金あげなきゃいけない立場だったよね。よかった、次女で。次女だとさ、ギリさ、別に妹にお金あげなくてもさ、お姉ちゃんが妹にお金あげてるからさ、いいじゃん。結構請求される、誕生日プレゼントは。でこの前いいお姉ちゃんして、高い財布を買ってあげました、アウトレットで。お姉ちゃんすぎる。前までもうち高校生の時一回お財布あげたんだよ。なんだっけ、マイケルコースの自分買ったけど、なんかいらなくなったお財布あげたのに、使いづらいって言われたの。悲しい。お姉ちゃんいいな。なんでお金あるんだろう。貯金してるらしい。偉いな。こんばんは。ココアさんそうかも。聴覚実家したかも。ココアさんもそう。え？したっけ？なんかあったっけ？予測にしなかった記憶あるんだけど。3期何か差し払うのを知らない子いそう。いないでしょ、絶対。絶対 C のことは知ってるでしょ。しかもそれも結構大きなことだし、指原さんが大きい人物だから、結構それみんな知ってる気がする、3期生は。知ってる気がします。締めそう。そこで時間差、前からの事実。え、わかんないの。学校の教室にエアコンあった。学校の教室にエアコンは、あった。でも謎のなんかルール、謎のルールがあって、なんかめっちゃ温度が、意味わかんないの。なんか30度ぐらい。意味わかんないよね。暖房じゃんみたいな。ワイルドなお姉ちゃん、そうなんですよ。できました。そう、お姉ちゃんと電車で会うときは嬉しかった。たまに電車で一緒に、ね、乗って行くんですけどね。そう。同じ電車なんですよ、お姉ちゃんと。高校は違うけど。見直せに乗って、ガタンゴトンって行ってましたね。お姉ちゃんと一緒に行ってました。高校に。懐かしいな、高校生。いいな、お姉ちゃんみたいな高校生になりたかった。しっかり勉強していい子みたいな。うちもいい子になりたかった。今日ミューポンとノアピさんとリアチューと4人でね、なんか頭の良さの話してたんだよね。ダントツでうちとミューポンがなんか頭悪そうだった。なんかいろんな成績の話とかして、テストとか。ノアピさん頭良さそうよね。頭いい、絶対。リアチューも頭いい。エンターキーがうるさいの。え、パパはね、いびきうるさい。ガーって。うるさいんですよ。
幸せな家族、そう楽な道はあるんだ、そう、そこ、え、あそこさ CD とかで音楽聞くとさ、めっちゃゆいたんの声強めだよね。なんかでも自分も結構なんかそういう高い歌声なんだけど、でゆいたんの声だって思った、聞いた時。ゆでき楽しいよ、マセさんドラマありがとう。3人姉妹ですよ、若いのにすごい、そうバブル期みたい、お姉ちゃん、うーん、なんだろうね、お姉ちゃん多分うちみたいにさ、なんかバカみたいな遊びしないんだよね。めっちゃディズニーめっちゃ行ったり、めっちゃなんか本当にブランド物ばっか買っちゃったりとか、高校生の時は憧れてたんですよ、そういうの、そういう使って貯金ゼロでしたんで、私貯金ゼロだった、マジで。オーディションの交通費とかもあって、お姉ちゃん貯金してて偉いなと思ってましたね。あと私バイトやってない時間、時期ニートの時期あったから、お金ねその時使っちゃうんですよね、結構悲しい。お姉ちゃんはね結構一つのバイトをずっと続けてた気がする。うち短期かも、美談のようで美談ではない。リネさんも3姉妹だ、ね、そうなの、リネさんも偉いな。こんばんは、かなちゃんの家族エピソードか、え、その家族エピソードいっぱいある。もうさ家族で仲良かったからさ、家族エピソードが仲良かったって言うとなんか仲良くないようでやだ今。でも仲いいです今も、お姉ちゃんからもなんか聞いてたし、妹とは仲悪い、妹がねうちと仲悪くしてる、だって LINE ブロックしてくる、妹が。うち何も悪いことしないのに、夜中に電話かけただけなのにブロックされた。新生ゲットしたい、マルスさんハートありがとう、首が痛い。今犬と一緒にホラー映画見てる、え、いいな、うちもホラー映画見たい、夏なのでホラー映画を見たいですって思います。お腹空いてついメンチカツとやばい最高、まあ、うちも今日ラーメン食べようかなと思ってたんで、いいです。だってそいつの7件いるか怪しい子いたぞ。え、うちも最初はなんかなんか分からない場所とかあったかもしれないけど今覚えた。え、だって広島、山口、愛媛、兵庫、徳島、徳山、徳島か、愛媛、山口、あと何言ってない、香川、え、なんか何言ったか何言ってないか分かんない、今8個言ったよ自分、なんで8個言ったの。30でやばい、やばいよね、なんかルールがあって、そういうのがなんか何度以上下げちゃいけないみたいなでルールがあって、だからバレないように下げてた自分で、なんか職員室で管理されるんですよ温度が、やばいよね。だからねこっそりね先生とかに頼んでお願いします、本当に暑くても無理ですって言って下げてもらってたね。よく今出てたよ広島、そうよかった。なんで暑いのそんな、静岡何があったの、大丈夫、ちょっと心配だから後で電話かけてみよう。27度、週末オンライン楽しみ。かなえちゃんとかみゆちゃんはテストの点数が低くてもらえるキャラだから大丈夫、いえいえよかった本当によかったとか言いつつ自分本当は頭いいんですけどね、こうやって頭悪いエピソードを結構言ってるけど頭いいんですよね、それはうまい。お姉ちゃんゲームセンター6000使わない、お姉ちゃんね1000円ぐらいしか使わないと思う、偉いから。ゲホ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 、大丈夫、風邪気まわし、バイト氷河期、そうバイトねニートの時があったんですよ、やってない時。ハローさんシャモン玉ありがとう、財布の中身は財布の値段高い、今はお財布あんま入ってないお金、ペイペイだからさほんとお財布使わないから、だから自分お財布もちっちゃいので小銭もちょっと取り出しにくいのにしたんで、色で結構選んだから結構ね、お財布はめっちゃ使うつもりじゃなくてペイペイだけどたまにお財布使うみたいな感じで買ったかな。今のお財布は色は緑にしたの、なんでかっていうとなんか緑はお財布緑の意味調べたんだよね、結構いろんな意味調べて仕事運が上がる色にしたの自分は、それで緑にした。ピンクもよくって、仕事そうなんか緑、ピンクと緑のお財布にしたなんか外がピンクで中が、外が緑で中がピンクみたいな、結構すごい混じり合わせって感じだよね。私服やったのブランド服だった、すごっ、自分制服だった、マジで制服で選んだぐらい自分の高校の制服大好き。お姉ちゃんと妹仲いい、かなだけ仲良くない、仲いいけど、でもなんかこう広島自分が来て離れてからめっちゃ仲良くなった、家族と、もっと仲良くなった、今までも仲良かったけどなんかもっと帰った時仲良く話すようになったかもしれない。なんかでも静岡帰った時結構このファンの方の話とかするんだけど、あと最近の活動をしてて思うこととかさ、そういうのを家族で話すんだけど、夜寝る前とかお菓子食べながらパクパクするんだけど、なんか最近気づいた、なんか
けど、なんかもう静岡行った時にめっちゃ仕事の話しすぎて、なんかやだと思ってママに一回ね言った。そんな仕事の話ばっかしないでよってママに一回怒った。おもろい。なんかその時多分なんか嫌だったんだろうね。今は別にその楽しいんだけど、お仕事の話するのは。なんかその時はなんかが嫌だったのか分かんないけど、何が嫌だったのか分かんないけど、なんかめっちゃ嫌だった。それで喧嘩したままと静岡帰った時、もうママ寝るって言って、うちもスマホこうやっていじって喧嘩しましたね。そんな時もありました。そんなでもしょっちゅう喧嘩しなくなったけどねって感じ。初見でした。徳川家康、静岡暑いんだ。ニュースになった。実家に電話かけたらブロックされない。されないね。眉毛それがこういう感じ。自分そうだった。なんか自分こう眉毛つながってて、自分両津勘吉って呼ばれてたんです、家族に。めっちゃ眉毛がこうなってたんですよ、小学校の時。それでここを剃ろうと思って、ここ剃ったらめっちゃ怒られて、ここもダメだった。眉毛も高校の時はここはここよくて、ここはダメだった。中学はここもダメだって。自分つながってるから剃りたいしと思ってね、思ってバレないように剃ってましたよ。やば、45、やば、やばくね、それ。日本一の今日、やば、なんで浜松、暑いの。潮干狩り、よく行ってたな、渚園に。懐かしい、浜松。めっちゃ懐かしい。パルパルも行ったな。シーズン、ホテル、シーズン浜の子泊まったな。マカロン食べて、舌噛んで、その日からマカロン食べれなくなったな。思い出。大熊さん、シャボン玉ありがとう。お財布出さなくなった。ペンライトカラーじゃなかった。そう、ペンライトカラー、っていうか普通に仕事なんか運気みたいな、なんとか運、恋愛運、金運、仕事運とか、えあるじゃん、そういうので決めたんだよね。びっくりした今。どういうこと。今さ、今下見てさ、こうやってさちょっと目線上げたらさ、なんかさタワーある感じしてさ、なんかタワー飛んだ感じがしてさ、見たらタワーありがとうございます。嬉しい。なんで嬉しい。ケイトさん、ありがとうですよ。ちょっと。どうしよう。俺明日、いますか？私のルームに明日いますか？明日でもいい。嬉しい。ちょっと待って、嬉しいんですけど、タワーが2つも並んじゃった。猫。嬉しい。ありがとう。やった。なんかタワーが嬉しい。ちょっと最近タワー嬉しくて嬉しい。こんなマシンガントークしてただけなのに、タワーをくれてありがとうございます。嬉しい。ありがとう、ケイトさん。嬉しすぎる。かなでちゃん、改名した、かなでちゃんに。かなでちゃんに改名しました、今日から。かなでちゃん可愛くて大好きだから。嬉しい、ありがとう。福岡からずっと応援してる。ありがとう、福岡から、これからも応援してください。ありがとう、やば、嬉しい、ありがとう。タワーありがとうございます。やったー、タワーありがとう。やったー、嬉しすぎる。かも。ありがとう、タワー。嬉しい。タワーってなんかこんなにも気分が上がるもんなので、もっとマシンガントークしちゃいそうになる。嬉しい。明日見に来る。じゃあ明日タワーの俺描くの出した。見せます。ありがとうございます。ありがとう。嬉しい。なんかタワーの俺描くの結構好きなんだよね、自分。ありがとうございます。嬉しすぎて。もう嬉しすぎる。嬉しすぎる。下向いてたら、タワーが、こんななんか、寝て起きたら、夢の国にいるような気持ち。ちょっと意味わかんないけど、仕事運が上がる。そう、仕事運が上がる色、最近はもう本当に結構なんか本当に頑張らないとって思うようになって、前から思ってたけど、頑張らないとはなんか本気でなんかいろいろしっかり考えないとやばいなって思って、なんか配信で泣いてる場合じゃねえと思いまして、結構ガチでなんか頑張らないとやばいなって思って、頑張るって考えないとやばいなと思って、本当になんか考えないでもうがむしゃらに生きてたから、結構この1年は。でもな、2年目はしっかり考えて行動するようにしようと思ってからね、結構ね考えてますね、お仕事のこと。仕事運が上がる色にしたの、緑にした。それでピンクも良かったけど、金運とか別に今はいいかなと思った。お金はどうでもいいかなと思いました。お仕事入りますようにと思って、お財布色ね、お財布の色をその色に
しました。よお仕事入りますように。離れて感じることある。そう、みかが離れる感じが嬉しい。何と泣いてんの。月末静岡思い出した。地下の現場、観光行くの。お土産、なんかうちがおすすめのお土産教えてあげるよ。ピースピース両津勘吉、そう呼ばれてた。眉間に一本だけ入ってくるから、やばい、どういうこと。ピヨーって怖っ。ありがとうケイトさん、嬉しすぎる。マサヤさんありがとう。あのシャボン玉もありがとう。タワーピントウン嬉しい、ありがとう。タワーありがとうございます。ゆるのさや金運、金運なの。うち仕事なんだと思ってさ、緑にしない。どういうこと。誰、嘘の記事書いた人。福岡行ってないです。福岡よ予定あったのに消えた。福岡でも9月前には行きたいなと思ってる所蔵です。日本語合ってる。選抜だったらディフェンス近づける。選抜にもう頑張ります。入れるように自分で自分にプレッシャーを与えすぎないように頑張るんば。とても偉い。おはよう。ハッピーさんありがとう。かなさん調子、最近かなさんずっと上り調子だよね。これまで頑張りが実ってきたんじゃないか。もしかして大作界が去っていく兆しが見えた。いやいや上り調子とかわかんない、わかんない、自分では実感できわかんない、実感することあんまりないけど実感できるように頑張ろうと思いますね。今なんか本当になんか頑張らないとなって。だってもしさ、わかんない、そんなのわかんない、いつ4期生さんが募集されるかわかんないけどさ、結構さメンバーが減ってさ4期生発表なんか応募するのかなって思ってきたらさ、なんか4期生が入ってきたらさファンの人もさみんなどっか行っちゃうしさ、私も大好きだからなんかお仕事もさ取られたらさ嫌だなって思ってさ、本当に頑張らないとやばいなと思ってきた。前から思ってたけどずっと頑張らないとって、なんか種類が違う。なんか1年目は結構さ本当にマジで何も考えずにただ頑張ってて一人でイライラしたけど、大人になろうと思って頑張ります。おはよう。僕も嬉しいよ、かなちゃんのおかげでいつも頑張れる。嬉しい、ありがとう、そんなこと言ってくれて。照れる照れる隠れる。緑は金運、待って、緑金運なの。最悪すぎでしょ。でも最悪でしょ、仕事運じゃないの。金運とかどうでもいいって思ってたんだけど、後でもう一回調べてみよう、悔しいから。ミキヤくん、シャボンでもありがとう。かなちゃん、ヤッホー。新しいも大好き。そう、みんな新しいも大好きですよ。私も好きですか。私も新作、コンビニの新作絶対買うから、みんなの気持ちわかりますよ。てかさ、今日さ、なんかさ、くるくるさん、今日レッスンだったんですけど、2.5 期さんと3期で。で、なんかくるくるさんが、なんか、なんだっけ、何かに対して、はいって返事したんですよ。で、なんか自分も、それに釣られて、別に自分のことでもないのに、なんか間違えて、なんかはいって自分言っちゃってくるくるさんに釣られて、でくるくるさんとなんかやっぱ人がなんかすると釣られますよねっていう話になって、本当これ悪ガキがもうなんか発揮してしまって、なんかくるくるさんが拍手し、もう結構拍手誰かがしたら周りも何もないのに釣られてするよねみたいな話になって、今日ダンス一曲踊った後にちょこの後拍手しましょうって言って、誰が釣られるか見ましょうって言って、みんな釣られてほしいですねとか言ってやったんですよ。曲終わった後にジューンってやって、ちょっと1秒ぐらい経ってみんながなんか立つ時があるじゃないですか、あー疲れたみたいな感じで、その時にこう拍手したんですよ。そしたらあずみんさんとノアピさんはめっちゃ拍手して釣られてて、何もないのにめっちゃ釣られてて、めっちゃおもろかった。でも誰も反応してくれなくて、それ以外みんな釣られてなくて、そう、あずみんさんとのあぴさんだけ釣られてて、もう本当にくるくるさんとずっと爆笑してました、それ見て。何もないのに拍手してるんだよ。やばい、本当にその時のことを想像するとめっちゃ思い出し笑い、そう思い出し笑いしましたね。めっちゃのあぴさんとかめっちゃ拍手してた、しっかり。本当に何もないのに。そう、くるくるさんとその時隣でなんか隣にいてくるくるさんたまたま立ち位置最後一緒で、
って顔合わせてめっちゃ笑ってた。おもろくて本当に。そう、これはね、そうだ、そうだ、そういえばあずみさんとのあぴさんに言おうと思ったんだよ、それを忘れてた。拍手してましたよね本当にさ、もう悪ガキすぎてさ、こういうのめっちゃ考えちゃうんだよね。もうくるくるさんとさ、もうずっとニタニタしてた絶対忘れないでくださいよ、一曲終わった後とか言って、ずっともうね、それでもうずっとニタニタしてました。もうおもろかった。だって何もないのに拍手するんだよ意外と3期生釣られないんだなと思いました、誰も やば、おもろ。ちょっとまたこれやりたいな、今度動画撮ってやりたいですね。固定ファンがいるか、いるメンバーはやはり強いから大事にね。確かに、ありがとうございます、嬉しい。くるくるさん、そうっていう、今日くるくるさんとのエピソードです。やっほー、マピナピさん会えた、ありがとう。天使、マピナピさん会えた、ありがとう。もうすでに見てくれてありがとう、マピナピさん。どうだった、感想教えて。そう、悪ガキすぎてこういうのはすぐ思いつくんですよ。なんか本当に悪ガキすぎて、もう本当にもう本当悪ガキだなって、自分いつなんか、でも何年後でもこういう悪ガキをしてたいと思いますね。そう、安住さん釣られてた、安住さん釣られやすそう確かにそれあるそう、何のフェイク、そう、ちょっと意味わかんないことをしてしまいましたね、すいませんでした、そんなことしてしまってドッキリに使えそう。わらわら 2.5 期で素直なんだからダメよめっちゃ釣られてた、しっかりめっちゃ素直でしたね、確かにえ、でも自分がやられた側になったらさ、自分は引っかかるのかな、めっちゃ気になる。いつかなんか誰かにやってほしい、気になる。自分釣られるのかな、まあでも結構釣られる、まあその前に釣られてたしね、くるくるさんの返事に。ドッキリ仕掛けにしてほしい。土曜のなんとかの日にうなぎない、それ。マピナピさんとありがとう。くじでシューって出したらガス漏れてるって言ってたけど、やりたい、シューってこと。でもそれさ、音の発症源分かっちゃったらさ、うわ叶うじゃんってなるよね。マイクとか、マイク通したらでもあれこれ出てる、シュー、下手だな。あとなんかあるかな、なんか、ま、たくさんドッキリしたい、動画で見てみたい。それな、カナが30分間ずっと出演だったから、カナスペシャルみたいな感じで嬉しかった、嬉しい、ありがとう。歯が痛い、そうだ、ハスさんありがとう。シャボン玉、ちょ、お腹痛くなってきた。牛の日何それ、めえ、牛の日、牛の日って何、何があるの。そうださ、シャボン玉ありがとう、嬉しい。ちょっとお腹痛くなったんで箸やめます。なんでお腹痛いんだろう、食べ過ぎたのかな。いや普通になんか胃が痛い、いや絶対さ、絶対最近さ、やばいもん、やばいもんってか、なんかたくさん食べ物食べ過ぎて胃が悪くなってるよね。この間見続けたんですよ、ね、マジで胃が痛すぎて、なんか胃となんか口がつながってて、胃と口が痛いんですよ。やばい、ほんと胃が痛くなってきた。胃っていうかさ、なんか胸のさ、間のさ、なんかくぼみが痛い、めっちゃこのへそと胸の間のくぼみらへんがめっちゃ痛い、痛いよね絶対、痛い。溝落ち、そう、溝落ちが痛くなってきた。糸口繋がってるんですよ、知らないですか。じゃないと胃袋に食べ物入らないじゃないですか。うざ、自分のうざ。みきやくんありがとう、シャボン玉、いたた。カライブって頑張って、そう頑張ってよかったよ、ありがとう。今ピピさん、めっちゃ痛くなる、めっちゃ痛い、今めっちゃ痛いですよ本当に、溝落ちが。ケイトさん短冊ありがとう。ちょっとその短冊に願い事書いて、お腹痛いのが治りますよ。うわ、今から辛ラーメン食べようと思ってたのに絶対やめた方がいい。野菜食べる、頑張る。あ、本当に痛い、もう。ちょっと配信終わろう。ちょっと配信、結構痛い。寝っ転がったら治るんだよね、これ。13位、まるまるさん12位、ひろしさん11位、TM30 位、吉川さん9位、ダースさん8位、キッチンさん7位、カンちゃん6位、空がにゃつさん5位、タンタン4位、山吹さん3位、トムトムさん2位、ケイトさん1位、タイピエンさんありがとう、タイピエンさんありがとう、タワー、ケイトさんもタワーありがとうでした。タイピエンさんもケイトさんも明日か明後日ぐらいにお礼見せるので来てください。ありがとう、タイピエンさんありがとう、もう大事なタワーにします、ありがとうございました。あー痛い、溝落ちが、野菜食べなきゃ、溝落ちが痛いよ、痛いよ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 です、痛いよ、さんさん痛いよ、さんさん
ドゥドゥルさんさん、これアンパンマンの歌ですね。あ、秋野さんだ、こんばんは、やっほー。あ、本当に本当に水落ちが痛くなってきた。うー、やばい、痛い。なんでなんか胃がめっちゃ痛いんだけど、本当にね、急に痛くなるんだよね。で、寝っ転がったら治るんです。なんで心配しないでください。きっと寝っ転がったら治るんで。私エアコン、いやでも暑いもん。結構さ、自分さ、暑くなってさ、なんか暑くってお腹痛くなることもあるんだよね。熱中症みたいな、めっちゃなる夏。お大事に、ゆっくり。まあ元気なんで心配しないでください。笑ってますから。ありがとう、おやすみ。冷えてはない、暑いよ、まだ部屋が。ちょっと胃酸過多、めっちゃ痛い。違う、普通に冷えたわけじゃない。エアコン25度だから結構暑い、この部屋。多分普通に水落ち、なんだろう、なんか普通に最近の食生活悪すぎて今来た、歯科医師が。やめてくれ、胃袋やめてくれ、痛いよ。バイバイ。カンピロバクターじゃないです、左右飲みます。あ、今日ジュース買ってきたからジュース飲もう。また痛くなっちゃう。まあいいや、バイバイ、おやすみ。バン。